だいぶまだ先だよ。湖がとりあえず出るまで、見えてくるまでずっと先。ここか？ここだね。これ下じゃない？これ。あ、こっちだ。よし、行こう行こう。こっちだ、こっちだ。うわ、怖っ。真っ暗やんけ。すごいね、やっぱね。あ、本当だ。月だ。このちょっとそこさ、ゆっくり行ってみて。ナイトメアじゃないですか。すごい。かっちょいいな。もうね、吊り橋が近いと思うんですよ。あった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 。これか、これだよね。これ違う、これこれこれっぽいね。これ多分何もね映んないと思うんだけどナイトショットにするか。あ、ナイトショットでも映んだよ。ちょっと車止める、車止める。すごい。確かにこの後ろにね、てかもうなんか後ろ見るのも俺怖いわ。こう当たっていいやつだ。うわ、びくしゃ、やめて。ちょっと急に話しかけるの。着きました。ちょっと一眼貸してくれよ。ちょっと月、月の日。うわ、ちょっと待って、真っ暗だ真っ暗だ真っ暗だった。うわー、怖え。真っ暗やんけ。ああ、ナイトショットのままでじゃないと入らないんじゃない。どうっすか、入ってますか。入ってる。ナイトショットじゃなくてもいけるんじゃないか。いけるかな。それを自分にかざせばこう。ああ、どうすか、いける、うん、よし。さあ、やってまいりました。埼玉県某所にある心霊スポット吊り橋でございます。うわということで早速ですね、行ってみましょう。この吊り橋を渡ると。ああ、うん、やめ、ほんとあのさ、本当にやめて、俺ダメなんだって。バッチ花あるんですけど。では早速渡ってみたいと思います。ちょっとこうケーブルが危ないんだよ。僕じゃ先に行ってる。てかこれ結構長いぞ、この橋。このさ、木でできた吊り橋だからさ、余計に怖いよね。うん、何もそう、あ、やめて、やめろっつってんだろ、そういうの。やめろって、ほんとね、危ないんだって、これ結構ね、どっかね、落ちてるところあるんだよ。すごい綺麗なところですよ、ここ。すごい、これ。うわ、びっくりした。なんか喋った、今。うん、木が鳴っただけかな。キュキュッ、キュキュッ。キュキュッ、キュキュッっていうな、この橋。うん、やっべ、怖え。なんかでも、しらじら来てきてるから、なんか、ちょっとすがすがしい感じだ。昼間だったらまたいいんだろう、ね。うん、昼間なら、昼間はね、本当にね、この渓谷を見渡せるね、観光地として有名なんだけども、やっぱりね、こう、っていうか、うっ、いや、だからやめろっつってんだろう。あの先真っ暗で怖いね。怖いね。これ真っ暗だね。真っ暗、どうなってるの？ちょっとこの先どこまで行けるかも行ってみましょうか。これはこれで怖えな。